どうもチャップです。スプラトゥーン2をプレイしていきたいと思います。ということで今回はですねガチマッチで戦っていくための練習第2回の方をね開催していきたいと思います。前回はさキルとか攻めのプレッシャー編をやっていたんで、第2回はですね立ち割りとか状況判断の方を鍛えてね練習できたらなと思っています。みんなナイスしてる、僕もナイスしまくるわリハビリしていきましょうか、まあ、とりあえずラピブラとチャージャーの射程が怖いという敵の武器編成をまず見つつ、あとはバブルの即割りかな、ほんでローラーの近接がやばいね。この立ち回りもちょっと怖い気しますけれども、ナイス玉であのあれやね、あのラピとかチャージャーが固定してるのをうまい感じにこうずらしていけたらなと思うけど、誰もいないや誰もいないや、心配ないさやんか、自分にナイスしておきましょうか。ちょっと大西ライオンさんになりつつ心配チャップとか言っておきましょう。ナイスを押してるってことはそっちで倒してくれた、いい感じですね。まあこのぐらいかな、まあこのぐらいの立ち回りを一応こうシールドで前線をある程度維持していけたらなと思っておるわけなんですが、うおー今日入ってきてる、入ってきてる、入ってきてる、あこれやばいぞ、これやばいぞ、やばいぞ、やばいぞ、オープレートーピードからのバブルランチ、あじゃあボルル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 ルちょっと圧かけておきましょうか。この辺に上げたらいいんちゃうか、キル取れんちゃうか、こっちで来てくれたら、ああいいですね多分ガロンにここでシールドつけられたら嫌だと思う。この上から来る人を気をつけつつでインク回復しっかりして、ここのキープかな、ここいい、この位置これもいいんじゃないか、味方は完璧に抑えてくれてるんで、まあ僕はこの辺でこっちから来る、ローラーの人来てますね、これ来てるからローラーだよってやられるのを防ぎつつバルンバルンバ避けつつと、これ完璧なプレッシャーちゃうか、これはいい判断できてんじゃんでもここで絶対デスしないようですね。あと1分なんぼなんで、まあ、トーピード潰すの僕得意なんで、まあ、後ろからもう飛ぶ任してくださいよ、トーピード今日潰すプロかもしれん僕いい感じですね。でチャージャーの人のジャンプ値とか怖いんで、さあ最後これにプッて投げて上におる人を避けさせていただいて、溺れて溺れてやられたやんダサいやつずっと完璧やったんやけど急にダサなるやつやでも味方の人が完璧なんでこれ大丈夫、沼ちゃんにならんスーパージャンプは完璧ですからね、いい感じでございます。まああれやな、ローラーの人とか攻められたらきついんで、そこ攻められへんようにこうやっていい感じにキープして完璧やな、いかいほんで、あこれやられるかもしれん、シールド展開、聖なるバリアミラーチャップ完璧やなでこっちにおるんでこうラピーの人は距離詰めてしまえばいけるんでナイスですね。でトーピードしっかりやばく、あっぶねやばいじゃん、やられんじゃん、はい強いと、まあ、どうしようか、ラスト何秒や、このナイス玉が溜まってたらもうちょっとで、あーもうインカーは溜まってるんでちょっとゴリッと前に一気にいっちゃいましょう。でシールド投げてシールドで、はい完璧ですねさあこれ勝ちパターンでございます。右登ってきてるか、まあ、来ないでしょう、まあ、来ても大丈夫という圧を出しつつ、やられチャップのバイバイ金ナイスも忘れずということに、お疲れ様でした。まあいい感じかな、ローラーの人があのね青チームがめっちゃ塗ってる時のローラーの圧がやばいんで、いかに青チームを濡らさないようにしてローラーの攻撃力を潰しつつ、あとはラピと、チャージャーの遠距離攻撃をシールドで塞ぐという、もう完璧や作戦や。はい、じゃあ2試合目はスメイシーワールドの方でですねしっかりと頑張っていきましょう。はい、武器編成はマンチャラカーチャラキーチャラコーチャラでペーチャラペーチャラポーですね、よう分かりません、まあ、とりあえずはまあ圧倒的筋肉プロテインマッチョ筋肉マンが敵におるんで、ダイナモローラマッスルがおるんで、まあ、そこ注意か、結構塗り力がある。こっちはまあ僕がまあ切るかな、僕ゴリゴリ切る取ってて前線に圧かけてあげたいから、僕とカーボンの人ね、でカーボンの人があの立ち回りやすくするためにエイムおじいちゃんすぎてナイスも使っちゃった絶対勝てたのにでカーボンの人が立ち回りやすくするようにあのしっかり塗りはしてあげないとダメですね。ローラーはね塗りが弱いと攻めにくいんで、そこをしっかりしてあげたいというところですが、あこれも勝てる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 、全然勝てる、うわ勝てる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 、おっぷねちょっと待って、エイムおじいちゃんがまだ治ってないから怖いんですよ。これは誰が入ってきたんやろうか、リールマンの人とかかな、それともバルンバルンバラーシとかで来たんでしょうか、まあ分かりませんけれども任せてください。うわめっちゃマッスルなるやん、でもこれマッスルローラーマッスルで、多分マッスルローラーマッスルって、うわなんで落ちたんチャップ、ほんまに今の落ちたんダサいけどナイスや味方の人ありがとう感謝演技でございます。なんか下ですごいなんかバルンバルンバのさセールしてるやん、こっち回ってきたところを倒すという完璧な作業でございます。ナイスいいですね。カーボンの人ごめんな、ちょっと塗り弱いな、カーボンの人これカーボンの人攻めにくいやん
カボの人が動きやすいようにしてあげるのが第一なんで、まあ僕キルのプレッシャーもかけてるけど、で塗りにも協力しとこうか。結構敵の人は陣地ゴリゴリって入ってきて塗りをこうごまかしてくる感じがあるんで、そこを逃げていきましょう。なるべくデスを抑えましょうか。デスしちゃうと塗りのあのね、塗る時間が減っちゃうんで、デスせえへんようにプレッシャーかけつつ塗りを意識してあげたいんですよね。もうちょっと僕 あれやな、圧かけていってあげたいな。ここ確実に沼ジャン狩りや、沼ジャンピーポー。完璧やな。よしよし、こっち側圧かけていこうか。そこでバルンバルンバを消費させたんはなかなかいいっていうところじゃないですか。あんま濡れてないだろ。でこの味方の人飛んできたのを全力で守ってあげたいけど、いけました、ナイスですね、ありがとう。でちょっとね、右が怖いね。あ、でも右も攻めてくれてる。あ、いいねいいね、これ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 、クイックボムのそのなんか大セールみたいな、それお腹痛なるやん。怖いやつ。こっち大丈夫かな。あー、はい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 、満面見ぐらいにしとこうか。ほんでここ登ってきてんの僕満面見で見てたんで倒してあげたんやけど、あ、ちょっと無理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 、あ、危ない。お、なんかおるわ、満面見。よし、いい感じ。まあいい感じ、あれちゃうか、ヘイトも稼げてんちゃうか。そして裏取りもうまいことできて、あ、うまそう。味方の人ごめん、それちょっと僕守ってあげられんかったんちゃう、やられたかな。あ、ごめんや味方の人、ごめんチャップや、ごめんチャイチャイチャイニーズや、メイドインチャイナしてもうた、メイドインジャパンになるわ次やな、メイドインワリオでもいいよ。うわ。上からのシールドを越えて上からダイナモローラー様なってたやん。上からマリコ様やったらギリギリ生きてたかもしれん。ほんでこれこのままやられチャップちゃうかこれ。残念もね、またチャップ。もうちょっとあれやね、僕プレッシャーかけてあげたかったな。塗りはまあまあ1100ぐらいやってて、ね、塗れたと思うんですけど、もうちょっとキルのプレッシャーをやるようにしてあげたら、あのカーボンの人がどんな動きしてくれてたのかわからんけど、ちょっとでもね、あの攻めやすい環境を作ってあげれてたらよかった。じゃあ、僕のせいかも。はい、じゃあラストは縁側河川敷でね、気持ちよく買って終わりにしましょうか。はい、武剣生はおー、ヌリヌリヌリヌが強いんで、あー、ハイドラントが怖いな。あとは必須のインクアーマーに気をつけといたらいいかな。あとは大丈夫ちゃうか。ハイドラントの長射程に気をつけつつ、必須のインクアーマーが出た時はおとなしくしといて、あ、でもバケツ対面であったらやばいですね。バケツシールド使っても上から来るかもしれんので、バケツ対面だけ気をつけときましょうか。そしたらいい感じちゃうか。ここら辺シュッてやってて、あのハイドラントの人ちょっと嫌やなっていう怖さがあるんで、こうやってやっておきましょう。うわー、おろ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 。ハイドラントの人にさ、ナイス様綺麗に決まったのにさ、必然の人もね 100% 勝てたんですよ今。めちゃくちゃええもおじいちゃんやってん。2枚抜きできたのに2枚抜きできたのに、あんなさくるくる回ってさ、1人メリーゴーランドなってたやん。1人メリーゴーランドなってたらエイムおじいちゃんやったからさ、あれが噂のあれやな、エイムがおじいちゃんエレクトリカルパレードやんか。東京おじいちゃんランドじゃねえかそれは。ちょっと待って、上から来るんちゃうか。ハイドラントの人の場所だけ把握しておきたい。あ、そこやそこや、うわっ、危ない危ない危ない、怖いねん怖いねん怖いねん。まあ、でもあっちに追ってくれるっていうことはまだあの人が出てこれないんで、こっちの前線上げを一緒に手伝っていきましょうか。 OK ナイス。でこっち入っていきたいところですが、バレてるかな。あ、そこおるな、裏取りたい。でもこれ必戦の人が僕のことをやりに 100% 来るんで、あーっと危ない。危ない。バレてましたね、キルカメラが映ってるんで。で帰ったと思わせてここでもう一発やりたいんですが、ここでちょっと必須の人止めといてもいいけど、そっち来いな。ナイス様一発打っときましょうか。そこにおるのはナイス様ということが分かっているんで、ホットどうだ、平面で勝負しましょう。この高低差を利用されると必須の二角で負ける可能性があるんで、一回引きましょうか。まあ、あの武器のさ対面のキル力エグいから、ほんまにまだおるって、ここ絶対おる。あ、おった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 、完璧完璧、よし、オッケー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 、グーグルです。さあ冷静にプレイしております。さあそこにもおると思うんで、あ、いましたね。でもこれ一回引きましょうか。これまた上のここね、ここの高低差が来るかもしれないんで、シールドだけ展開してちょっと意識取っといて、ハイドランドバレてんのかな、僕バレてないんちゃうかこれワンチャン。あー、ちょっと勝てる勝てんのに、うわ、エイムおじいちゃんすぎてキルできんかった、ごめん。あ、味方としてちょっとシールド展開するわ、これ大丈夫かな、守れば。オッケー。間に合ってよかった。なんだか間に合いましたね。このハイドラントの人が多分怖いという設定なんで、こっち投げといてキルできたらいいんですが、もう一人おるな。あ、ナイス。いい感じの連携できてますね。まあいかに、あ、でこれ今ちょうど誰かが蘇ったんで、ケツやられる可能性があるんで、しっかり見て、こっちから入っていったらいいんちゃうかな。あ、いい感じ。
これやばいな、縄張りやからまだゆっくりできるけど、ガチマッチやったらこれ考えながらなあかんからさ、ほんまに僕も無口でプレイさせてほしいわ。キャップ無言でスプラトゥーンやってみたいみたいな。あ、後ろやられて、あ、これも追いかけんだよ。こっちから組む人、距離詰めて倒しましょう。あの今のもさ、完璧にさ、あのバケツとの間、洗濯機の間の距離めっちゃうまいことシューってさ詰めれたのにさ、エイモおじいちゃん前段外れてやられた。今のも勝ててたんや。もう結果あれや、おじいちゃんや。でもいい感じに今立ち回れたり状況判断できたんではないかと思います。いいリハビリでした。皆さん頑張っていきましょう。ということで終わりにしましょう。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、コメント、高評価お待ちしております。ではバイバーイ。